日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ドミノピザじゃなくてピザハット、ドミノピザじゃない、ライバル企業だしどうする、ピザハットの500円ピザで残っていた3品を食べたいと思います。こちらが確かソーセージペパロンにジャガマヨコーン、アスパラベーコン、残り 3つ目で、今回なんとこのように箱にご注文ありがとうございますと丁寧にお礼のメッセージまで書いてくださってありがとうございます。で、前回食べた時にちょっと飲み物やっぱり用意した方がいいかなと思いましたので、こちら小祝のいちごオレとジョージアのマロンラテというフルーツコーヒー飲料2種類用意しました。こちらはファミリーマートで買ったものです。うん、ピザハットの店舗で売ってるわけではないので注意してくださいね。まあピザだとコーラとか合わせるのではと思われるかもしれませんが、まあ動画をずっと見てくださっている方はご存知だと思います。自分コーラというより炭酸が苦手なので、今回はコーヒーでいっぱい飲みます。ピザ屋さんにもコーヒー置いてほしいなーって、まあ別そもそも注文するわけでもないから答えてもらうのは難しいから。ではまずお礼のメッセージが貼れているソーセージペパロミからいただきたいと思います。おお、下チーズの下にさ、おそらくソーセージが貼れています、隠れていますね。中はトマトソースでしょうか、少し赤いです。それともソーセージかな。それではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。今回も小さいながらにあなたを楽しませてあげたわよ。さあどうだったかしら。はい、本当にいろいろと楽しませてもらいましたし、美味しいですよ。チーズは香ばしいし、お肉の旨味やマヨネーズ、コーンのじゃがいもの食感、ホクホクプチプチ、これいいな。そしてシャキッとしたアスパラやカリッとしたベーコンもしっかり感じられる。こういうのがこの大きさでいろいろ小さい、いやじゃあ何を言ってんだ自分、小さいからこそいろいろ一気に食べられて試せるっていうのも嬉しいですね。でせっかく今回つけて飲み物なんですけど、これどうなんだろうな。ピザはめちゃくちゃ美味しかったけど、飲み物はもう一つな部分があるな。さてそれはどこなのかは今から言っていきます。ごちそうさまでした。まずパン生地じゃなくてピザ生地は前回と同様にふっくらとした歯ごが程よい食感を感じられる生地で、上に乗っているチーズもこんがり焼けていて美味しかったです。ガリッとしてないわけです。でその上で最初に食べたソーセージペパロニは結構お肉とソーセージとトマトの旨味が強くて、噛んだ瞬間に口の中にチーズの香ばしさともにじゅわっと広がってきました。残る2つ、アスパラベーコンマヨとジャガポテンコーンマヨは、いや、じゃがポテも同じか。はい、どちらも結構マヨネーズの酸味が最初強く出ていて、その後にベーコンやアスパラの、味、じゃがいものホクホクとした食感が追いかけてきました。コーンはどちらもプチプチとしていました。ベーコンやアスパラの方は旨味があって、マヨネーズと合っていますし、じゃがいもの方は、なんかマヨネーズと合わさっていることもあって、ポテトサラダを食べているような印象がありました。まあ、キュウリとかは入ってないので自分でも食べられますが、コクとした味わいがあるポテトサラダをそれで乗せてるようなピザだと自分は感じましたね。そしてこちらの小祝いちごオレは結構いちごの甘さが強かったですね。なので思ったより甘ったるいかなとも思う。オレという中でもかなり強い甘さが出ています。なので甘いいちご牛乳のような飲み物が好きなのであれば飲んでみてもいいと思います。反対にいちごの甘酸っぱさを感じたいのであれば少し酸味が足りないですね。ではこちらのマロンラテ、こちらも栗の香ばしさは若干感じるんですが、ラテなのでこちら苦味がかなり強く栗の甘さは感じなかった。なので栗の香ばしさを感じたいのであれば飲んでみた方がいいと自分は思いました。で今回ですが、飲み物はどちらもまあいいところは言ってるんだけど惜しい部分もあるなというところで3点とさせていただきます。そしてピザについてはアスパラベーコンが食感、マヨネーズ、ソース、チーズ、生地どれも全てを遠い見た上で一番バランスが取れていて美味しかったので代表として
4点とさせていただきます。はい、それでは初中見舞い、後悔するのをやらないぞ。出し忘れて後悔するっていうのはあるかもしれませんが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。